これからも元気に過ごせませんご主人、子供たち元気に過ごせよ。長井市内の各神社に伝わる黒獅子舞が集う長井黒獅子祭りが18日市中心部で開かれました。ご神社黒獅子舞は戦に勝利した源頼義が市内の総宮神社の社殿再建時に回せたのが起源とされています。昼夜2部で13の神社が参加、笛太鼓の音色とともに白つつじ公園の特設ステージを目指す道すがら観客に向かって歯を打ち鳴らし厄払いをしました。お顔も違うし、カチカチの仕方も違うので、そういったところを